本日のセカンドチャンネルは、まあ、前回ね、まあ、料理動画っていうことで、男の、チーズイン爆弾ハンバーグ、動画を載せました。まあ意外と好評だったみたいで、まあ多分これから、料理動画っていうのも多分増えていくと、思います。まあ今回はね、そんな話じゃなくて、まあ俺の友人であり、まあ同業者でね、まあ仕事のお願いをしたり依頼を受けたり、してる大野くんで、彼のねちょっと動画っていうのをこれから増やしていきたいなっていうのが、まあ正直なとこで、でなんか彼は彼なりにYouTube をやっていきたいなっていうのがあるらしいんだけど、まあそんなこんなでね、まあ僕らの方もそのね若い世代が集まって何か一つ同じことを、まあ、やろうとしてるわけで、だそういうところでまだね、まあ言っちゃえばね、まあ大野と俺ともう一人今一緒にやってるやつがいるんだけど、販売っていうのがメインになるんであれば、そいつの方が長いし、まあ全然俺より年下なんだけど、だそっからね、板金塗装とかラッピングとかね、まあそういう部分であれば、俺のが長いと。まあだけど、まあ車検整備っていうと、大野ほらね、国家2級の整備士持ってるから、もうほとんどのことはあいつに任せちゃえばきっちりね、しっかり仕上げてくれるやつなので、まあそんなことも含めながら、多分これからあいつの会社の紹介なんていうのも、できるのかなというところです。で、一応なんかね、あいつカーセンサーの方にも、情報載せてるみたいで、そのカーセンサーの URL も概要欄に貼っとくので、まあ一回チェックしてもらえればいいかなと思います。まあ、ね、独立したっていうのは、まあ正直俺の方が長いし、まああいつが今年の6月かな、確か、に一応勤めてたとこ辞めて、で、本格的に、自分でやりたいっていうことで、始めた仕事なので、まあ俺の中ではやっぱりね、応援したいっていうところもあるので、まあそんなこんなで何か力になれることがあれば、俺の中ではなりたいと、思ってます。なんかすげえ気持ち悪い動画になったな。大野への思いをただ伝える動画みたいなさ。まあ意外と人見知りで不器用なところがある、彼ですが、なんか多分胸の中には何かしら熱い思いっていうのも多分あると思うので、まあ一回車両の販売もやりつつ整備もやってるので、本当に宇都宮に住んでるっていう人であればね、ドリフトとかさ、まあレース関係でなんかお願いしたいっていうんであれば、そういうのもあいつ詳しいので、ぜひ、LINE なんかして見てはいかがでしょうか。一応なんかね、クロスオンワークスでいいのかな、一応ね概要欄に貼っとくけど、まあ、それのなんか会社の方の LINE っていうのもあるみたいなので、その ID も貼り付けておきます。なのでちょっとまあね、まあこれ一応俺のことも言えるんだけど、なんか追加するだけ追加してメッセージしてこないとか、そういうやつ本当に意味わからないんで、追加するなら、必ずメッセージをください。じゃあその車両のことでね、整備だったり車検だったり、販売だったり、まあ車検整備って言ったら大野の方が詳しいので、そういうことでちょっと聞きたいとか、まあお願いしたい、まあお願いしたい方でねっていう方は、LINE
していただければいいかなと思います。まあその他のね、板金塗装だったりラッピングということで、まあ依頼があれば僕の方に、LINE いただければ、対応いたしますので、ぜひ、ご連絡ください。まあということで、今回の動画は、彼の、今後の動画っていうのが多分増えていくと思いますという、報告の動画でした。終わり。